どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらおそらくね、事前発表なかったと思うんですけども、ヒルトンホテルがですね、テンポバイヒルトンっていう新しいブランドをですね、発表いたしました。またね、このテンポバイヒルトン、もう新規ね、開業もね、一緒に開始になりましたということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ヒルトンホテルはですね、ちょっと前に長期滞在型のね、 スパークっていうね、ホテルブランドを発表いたしましたよね。で、またね、20泊以上の長期滞在型の H3 プロジェクトっていうのも、今ね、このヒルトンホテルでは着手されておりまして、まあ、先日ね、こちらも発表があったわけなんですけども、今回はですね、テンポバイヒルトンっていうね、新しいホテルブランドが発表されまして、こちらね、特に長期滞在型みたいなね、まあ、そういったコンセプトではないみたいなんですけども、2023年の8月8日にですね、 こちらね、えー、ヒルトンのね、プレスリリースに突如発表されましたので、本日はね、こちらを皆さんとね、一緒に見ていきたいな、なんていうふうに思いますので、ヒルトンホテルね、好きな方、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、画面ね、切り替えて、えー、見ていきたいなと思うんですけども、こちらね、ヒルトンホテルのプレスリリースの画面ですね。で、ちょっとね、こちら Google 翻訳で、えー、見せ 見ていただいておりますので、ちょっとね、日本語の翻訳はね、おかしい部分があると思うんですけどもえ、2023年の8月の8日ですね、ニューリリースということで、ヒルトンホテルにある最初の店舗が今日デビューし、スタイリッシュ。 新しいライフスタイルブランドをタイムズスクエアにもたらしますということで、このね、店舗バイヒルトン、えー、発表がね、えー、あったわけなんですけども、新規開業もね、同時に行われておりまして、しかもね、そのホテルがニューヨークのタイムズスクエアにですね、開業したということで、非常にね、興奮しております。 いや、これはね、非常に楽しみですね。ちょっとね、後で場所とかもですね、あと客室とかもね、まあ一緒に見ていきたいなと思うんですけども、ニューヨーク・ヒルトンは本日、ヒルトン最新のスタイリッシュな、現代的なライフスタイルブランド最初のホテルである、601ルーム、テンポバイ・ヒルトン・タイムズスクエアを オープンいたしましたということでテンポバイヒルトンタイムズスクエアホテルがですねニューヨークタイムズスクエアにオープンいたしましたで、このホテルはですね、えー、体験型小入り最先端エンターテインメント歴史的なパレスシアターを備えた新しい46階建てのタワーである、えー、TXX ブロードウェイについてホテルは、えー、野心的な精神リラクレーションとインスピレーション両方必要とする、えー、旅行者に絶え間なく進化するニーズにま いたします、えー、ホテルのハイライトにはタイムズケアの広大な景色野外のテラス付きの、えー、カクテルラウンジ最上級の設備を備えたフィットネスセンターペロトンバイクを備えたシグネチャートシグネチャー店舗バイキルトンウェルネスヌームなどがあります。これねちょっとねあの客室見たんですけども客室にねあのエアロバイクみたいなまあ、そういったらホテルあの客室もねあるみたいなんですよね。 で、まもなくオープンする TSX ブロードウェイの一環として、テンポバイ・ヒルトン・タイムズスケアは、タイムズスケアの新時代の舞台を、えー、設定しています。ホテルは西半球最も訪問されたコーナーに置し毎日40万人の人が通り過ぎますということで、これはね、いやー、いいですね。非常に楽しみですね。でですね、このテンポバイ・ヒルトン・タイムズスケアね、まあ、本日デビューしてですね、で、この夏にですね、タイムズスケアでの、えー モットーバイヒルトン、ホームツースイートバイヒルトン、ハンブトインバイヒルトン、今後オープン予定ということで、今ね、ヒルトンホテルって、ニューヨークにはですね、あの、ヒルトン系のブランドのホテルって非常にたくさんあるんですけれども、タイムズスクエアにね、ヒルトンホテルって少ないんですよね。ま、タイムズスクエアっていうエリアですね。ま、そんなに、あの、 大きいね、あの、範囲ではないんですけども、このタイムズケアエリアっていうのは、えー、2023年の年末年始ね、ニューヨーク行った時に、最後にね、宿泊した、 え、ヒルトンタイムズスケアっていうホテルが、ま、一回ね、コロナで閉業になって、で、その後ね、誰が買収するのかみたいな感じで、結局ね、あの、ヒルトンがまた買い戻して、え、それがね、復活して、あの、宿泊させていただいてですね、まあむ、あの、私がニューヨークね、初めて行った時にね、ま、使ったホテルということで、非常にね、あの、思い入れのあるホテルで復活して、すごいね、私は喜んでおりまして、宿泊させていただいたわけなんですけども、あのエリアにね、ヒルトンブランドのホテルってないんですよね。 ですので、まあ今回ですね、もっとバイヒルトン、ホームツーバイヒルトン、ハンブトインヒルトンということで、まあ。 そんなにね、ハイブランドの、あの、ヒルトンホテル系のブランドではないんですけども、タイムスケアにですね、今後ね、オープンするっていう風になりますんで、まあ、これはね、非常にいいですね。まあ、おそらくですね、まあ、もっとバイヒルトン、ホームツースイーツバイヒルトン、ハンプトインバイヒルトンということで、まあ、ニューヨークなんでね、めちゃくちゃ安い値段とかね、安いポイントで宿泊できるとは思わないんですけども、まあ、でもね、タイムスケアのヒルトンが、えー、だいたい9万、私は9万ポイントで確か止まったと思うんですけども、 まあ、おそらくね、9万はつかないと思いたいんですけど、多分7万とかね、えー、そこら辺になるとは思うんですけども、まあ今後ね、選択肢が増えるという意味ではですね、まあかなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、この店舗バイヒルトン、タイムズスクエアホテルね、もう開業しているっていうふうになりますんで、ちょっとね、あのホテル等々の場所と、あと客室ね、見ていきたいなと思うんですけども、これがフロントデスクですかね。 いや、めちゃくちゃかっこいいですね。で、入り口もこういった感じになっておりまして、いやー、いいですね。うん、めちゃくちゃかっこいいですね。はい。で、客室がこういった感じになるという感じですね。ちょっと客室をね、えー、ちょこちょこ見ていきたいなと思うんですけども、まあ、こういった感じの客室から、えー、これですね。エアロバイクはね、あの、客室の窓に置いてあるということで、ニューヨークのね、景色を楽しみつつ、エクササイズがね、客室でできるっていう感じですかね。 はい。で、コーナールームはこういった感じで、えー、タイムズスケアのね、えー、景色もかなりね、えー、見ることができそうですよね。いや、これはめちゃくちゃ楽しみですね。はい。まあ、このね、公式サイト等々はね、概要欄に載せておきますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、多分これがスイートルームですかね。はい。いや、すごいな。 窓からタイムスケアバッチリ見えますね。まあおそらくね、あの、ちょっと後で位置とかも見せていきたいなと思うんですけども、タイムスケアビューみたいなね、まあそういった客室もね、多分あるのではないのかなと思います。いやーいいですね。まあ今までね、ヒルトンのホテルでタイムスケアビューがね、見えるホテルって多分なかったと思いますんで、多分ここが初になるんじゃないかなっていうところですかね。サービス内容なんですけども、残念ながらね、ラウンジ等々はないっていう風になりますかね。 コネクティングルームフリー w i フ f i、えー、禁煙デジタルキー、えー、オンサイトレストランまあこれはあれかなルームサービスですかねあとフィットレスセンターとあとねペットも一緒に。 え、宿泊できるホテルがあるみたいですね。まあ、特にですね、ラウンジとかですね、朝食無料とかではありませんので、まあ、ステータス特典としては、ま、あ朝食は、え、アメリカ国内なので、フードビバレッジクレジットに、ま、切り替わっておりますので、多分16か18とか、まあ、そこら辺のね、ステータス特典で、え、ホテルクレジットが付与される。あとはもうアップグレードですね、え、ラウンジはないっていった形になります。 で、客室はね、こういった感じになりますね。キング、えー、ゲストルームからキングゲストリームトランスファーシャワー。ー <laughs> 意味がわからないですけども、まあこういった感じになっておりますね。まあ最低価格が352円なんで、今の日本円で4万5千円ぐらいしちゃいますかね。もうちょっといくかな。っていう感じですね。 はいまあ、ここら辺が多分ポイントで宿泊するとね、まあ、スタンダードルーム特典で付与されると思うんですけども、まあ、352ドルっていう感じですかね、まあ、それ以外にもねこういった先ほどねウェルネス系の客室もあればあやっぱりねシティビューゲストルームとかねあるんですねタイムズスクエアビュールームみたいなのがあるのかなこれがもしかしたらこのシティビュールームがタイムズスクエアビューのね客室に位置づけられてるのかもしれないですねあとコーナールームとか ねありますね。おお、これはすごいな。はい、こういった感じになっております。いや、スイートとかもね、かなり客室の種類がありますね。うん。それでは次にですね、気になる場所なんですけども、まあ、これね、ちょっと見づらいんでね、Google マップの方に切り替えさせていただいたわけなんですけども、この新しいね、店舗はヒルトンができるのがここですね。まあ、できるというか、もうできているのはここですね。 で、このチケットね、えー、まあ、これは結構有名で、タイムズスクエアといえば、まあ、あの赤い階段がね、有名ですけども、まあ、それがちょうどこの位置にあるんですよね。はい。ですんで、本当にね、赤い階段の目の前にね、ホテルが、ヒルトンホテルができるっていうふうになりますんで、これは場所的にめちゃくちゃいいですね。はい。で、ここは W ホテルで、えー、2023年の年末年始にカウントダウン参戦しましたけども、まあ、その時に宿泊したマリオットマーキスが、 ここっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいい場所になりますね。まあ私はね、2023年カウントダウン参戦いたしましたけども、ニューヨークのタイムスケア。で、結局私が見てたのね、ここら辺だったんですよね。これにまあ8時間、いやもっとか、十何時間並んでたわけなんですけども、まあ結局ね、ここら辺、あの、ホテルに宿泊してる人はね、ここら辺まで出てくることできますんで、まあここら辺でね、普通に見てる人めちゃくちゃたくさんいたんで、わざわざね、カウントダウンね、あの、何十、十何時間並ばなくてもね、 あの、利用することができますので、まあおそらくね、ここのホテルなんで多分ここら辺ぐらいまではね、まあ出れちゃうかなっていう感じがいたしますので、まああの、カウントダウンのね、狙ってここら辺のホテルね、宿泊するっていうのも、まあ悪くないのではないのかなっていうふうに、 思いますかねいや、めちゃくちゃいい場所にできますね。まあ、ああの、マリオットマーキスはね、まあ、マリオットホテルの中でもね、あの、マリオットホテルなんでね、あの、クラブラウンジとかもね、ありますんで、まあ、かなりね、あの、おすすめさせていただいてるわけなんですけども、まあ、こちらね、あの、そんなにハイブランドね、ホテルじゃないので、まあ、ラウンジ等々ね、ないわけなんですけども、いや、これはね、めちゃくちゃいい場所にできますね。はい、あ、エディションホテルとかのね、目の前にある感じですね。 はい、あ。いやー、場所は本当にいいですね。まさかこんなところにね、ヒルトンホテルができると思ってなかったんで、まあ、非常にびっくりですね。それでは次にですね、ヒルトンホテルのね、ホームページに戻ってきましたけども、まあこれね、今回店舗 by ヒルトンが追加になっておりますね。ですんで、まあブランド的にはですね、まああの、ここの ガーデンインとかね、ハンプトインとか、スパークとか、ホームツースイートとかね。まあ、ここら辺と、まあ、同じホテルブランドの、まあ、位置づけっていうふうになりますんで、まあ、すごいね、ハイブランドのホテルではないっていう感じですかね。だから、エンバシーとかとより、ダブルツリーとかね、ここら辺よりかはもうちょっと下ぐらいな、まあ、印象ですかね。で、ステータス特典についてなんですけども、まあ、先ほども言った通りですね。まあ、タイムズスケアね、アメリカ本土っていうふうになりますんで、朝食のね、まあ、サービスはね、ないっていうふうになります。で、 ホームページの方ね、見ても、まあ、朝食のね、文言は記載されてないので、ハンプトンインとかね、あの、ホームツースイートとかね、宿泊すると、全お客さんにね、朝食をね、振る舞ってるホテルブランドもありますけども、まあ、そういうホテルではなさそうですね。ですので、多分おそらくね、ホテルクレジットになるかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、次回ね、ニューヨーク行く際にはですね、こちらね、ちょっとね、利用してみたいなっていうところですよね。 ということで、今回ですね、ヒルトンホテルが新しいホテルブランド、テンポバイヒルトンをね、発表いたしまして、またね、このテンポバイヒルトン、タイムズスケアもですね、こちら開業いたしましたということで、え必要ポイントね、先ほど350ドルぐらいで一泊ね、してたと思うんですけども、必要ポイントはね、一泊9万ポイントにね、設定されておりました。結構高いですね。まぁ、あ、ちょっとね、あの、ヒルトンホテルのブランドでニューヨークでね、まあ、ここにポイントを使った方がお得なのかっていう話なんですけども、まあ ちょっとね、9万ポイントを見てしまうとですね、コンラットミッドタウンとかね、ヒルトン、えー、ミッドタウンとかね、まあ、ここら辺とね、あの、同じぐらいのね、ポイント数になってしまいますので、あの、新しいホテルということで、ま、ああの、そういう意味ではね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、9万ポイントはね、まあまあ高いですね。 コンラッドニューヨークミッドタウンとかね、あそこ一泊10万ぐらいして9万から11万ポイントぐらいでね、宿泊することができますので、まあそう考えてしまうとね、ちょっとコスパはそんなに良くないくなってしまうかもしれないんですけども、まあ、場所はね、めちゃくちゃいいんでね、ちょっと次回ね、ニューヨーク行く際にはですね、見ていきたいなぁと思いました。 ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ